そんなんなってもここにいたいんだ。せやね、あんたにもうちにもここしかあれへん。ここしかあれへんねん。ネットゲーム、ザ・ワールド・ディビジョン2。今やそこは他のプレイヤーを餌食にする PC、 すなわち PK たちの横行する無法地帯となっていた。 PK たちから死の恐怖と恐れられる PKK のハセオは、長い間探し求めていたシノの仇トライエッジと遭遇するが、全く歯が立たず、データドレインによってレベル1にされてしまう。トライエッジに勝つための力を求めるハセオは、使用外の現象、アイダと、それに対抗できる非分使いの存在を知り、その力の具現化であるアバターに見せられていく。執拗にハセオを狙い続ける PK ボルド、月の木ギルドの七番隊隊長松、かつてのチャンピオンの座を取り戻すため戦い続ける陽子、彼らとの戦いを通じて非分使いとして人間として成長を遂げていくハセオ、高魔球に君臨する華麗なる王者エンデュランスを打ち破ったハセオは、彼が過去に失った何かをアイダによって埋めようとしていたことを知る。新たなチャンピオンとなったハセオの戴冠式の日、月の木の少女アトリが失踪する。彼女を探してアウタースペースに訪れたハセオは、そこでトライエッジと遭遇する。トライエッジとの二度目の戦いはハセオの勝利で終わった。粉々のデータ片となって消失するトライエッジ、誰もが気を許したその時、突然噴出したアイダの無数の触手が、アトリの体を貫いた。私、アトリ、ハセオさん、アトリ、はあ、起きなきゃ。また怒られちゃうよ。アトリ、アトリ、私ちっともハセオさんみたいに、私、おい、アトリ、アトリ、ここはアットホームよ、私たちの。アットホーム、私、オーバンさんに言われて音が聞こえてきて。落ち着いて、アトリちゃん。
トリー、そこから離れろ。大丈夫か？おい、アトリー。くそ、またかよ。また、俺は。ハセは。俺に任せろ。おい、俺のメイガー。大丈夫、もう怖くないからさ。具合はどうなんだ、アトリ。どっか痛いとことか。大丈夫です、私。あれ声が。そういえば、さっきからアトリちゃんの声聞こえないけど。マイクの故障じゃないの？こういう時は一旦ログアウトして再起動。ログアウトと。あれ？私。ログアウトできないっていうか、ここどこだっけ。私どこにいるんだっけ。ここはレイブンの。違う、そんなんじゃない。これってネットゲームですよね。そうだけど。PC はそのままでいいから、M2D 外して。待って。待ってよ。私たち、今どこにいるんだっけ？どこって、だから…なんだ、これ。ハセオ、お前は、お前今どこにいる？え？俺、直接この世界を見てる。俺は、リアルの俺はどこに行ったんだ。ログアウトだ、全員ログアウト。クソ、ログアウトできねえ。どういうことなんだよこれは。俺たち、悪い夢でも見てるのか。落ち着きたまえ。現在、ザ・ワールドの全てのプレイヤーがサーバーからログアウトできなくなっている模様だ。全てのプレイヤーが。そうだ、現段階では間現象である疑いが最も強い。待てよ、ログアウトできないのはともかく、俺たちは今本当にゲームの中にいる。
いくら間だからってこんなことが。君の感覚は自分が今ゲーム世界にあると告げているはずだ。この事実が虚構だというのであれば、リアルとはどこにある。ありえないと否定しない限り、この世にありえないことなどないのだ。アトリちゃんの声が聞こえないのもアイダの影響かもしれないね。とにかく状況をつかまないと。ログアウトが不可能であることを除けば、ゲーム自体は正常に作動しているようだ。カオスゲートやプラットフォーム、セーブ屋なども利用できる。セーブしてデータの保全はできるが、外部メールや BBS の確認は不可能だ。まだ情報が足りない。各人現状の調査をしてほしい。パイはエリアを、クーンはルミナクロスを探ってくれ。了解しました。わかった。ハセオはマクアヌを。仕方ねえな。あの君はここで休んでいたまえ。マクアヌで聞き込みしないとな。なるべく大勢の PC から様子を聞いてみよう。Thank you.
ちょっと、ログアウトできないってどういうことなの？イベントなのか？ちょっと悪質すぎだろ。状況を説明して。あなたシステム管理者でしょ？落ち着いてください。現在調査中で。これが落ち着いてられますかって。どう責任取るつもりだ。申し訳ありません。そのまましばらくお待ちください。あの青服、システム管理者か。どうやら CC 社自身でも事態を把握できてねえみたいだな。ショートメール、ヤタからの呼び出しか。レイヴン・アットホームの知識の蛇に行こう。ログアウトできねえんだ。黙ってんじゃねえ。チキショウ、チキショウ、ここはどこだ。なんで俺は本当にゲームの中にいるんだ。リアルでもネットでもモラルの欠如した人間が口にすることは同じか。強気に出るのは自分より弱い者に対してだけか。見苦しい。そんなに不安ならケストレルに逃げ帰り、王を丸めているがいい。報告通り、ケストレルの者たちが動揺を煽っているようだな。お前たちはタウンの治安維持に当たれ。パニックを起こしてはならない。了解しました。アトリー、連絡がなかったから心配していたぞ。どこか悪いのか？すみません、榊さん。どうした？声が聞こえないが。実は妙なバグモンスターにやられてから声が出なくなった。いや、信じるさ。お前は嘘をつける子じゃない。榊さん、知っていると思うが、プレイヤー全員がゲームからログアウトできなくなった。そればかりか、皆が自分自身を見失っている。まるでザ・ワールドに精神を取り込まれてしまったかのようにな。そうだ、ゲームだ。しかし同時に現実でもあるんだよ、アトリ。とにかく今はプレイヤーのパニックを抑えなくては。お前も協力してくれるだろう？はい。いい子だ。では結局最後に頼れるのは榊様か。君か、死の恐怖。相変わらず君の世界には敵しかいないと見える。アトリー、どうしてここにいる？アットホームにいろと言ったはずだ。ごめんなさい、榊さんに連絡しなくちゃと思って。こいつはな、月の木にどうこうできることじゃねえんだよ。では君なら、この異常事態を解決できるのか？お前よりはずっと確実にな。何がおかしい？慢心。力とは、最も人を愚かにするものだとは思わないか？死の恐怖？どういう意味だよ。そのまま言葉通りさ、アトリ。
また後で会おう。間の問題は月の木には解決できない。だからって分かんない、やっぱり分かんない。ハスオさんのこと、なるほど。状況は思ったよりずっと深刻だな。現状をまとめよう。アトリの捜索先で起きた間現象以降、ログアウトができなくなった。しかも全てのプレイヤーがリアルの自分に戻れないでいる。新たにログインしてくる PC もいない。外部への連絡を試みても返信がない。一部のプレイヤーは完全にパニクって暴動まで起こしてる。システム管理者じゃもうプレイヤーを抑えられないみたいだ。当然ね、システム管理者自身が混乱してるんだもの。今頃リアルの自分は、これではまるで私たちが未帰還者のようね。異変の原因がアイダであることは明白だ。我々がリアルに復帰するためには原因となるアイダの究明が急務だろう。それともう一つ重要なことを伝えておく。重要なこと？碑文を奪われたアトリの PC データに劣化が始まっている。劣化？どういうことだ、アトリ。すみません。お前、そんなこと一言も。よせよ。アトリちゃんは俺たちに心配かけたくなかったんだ。ヤタ、この世界での俺たちの精神は肉体ではなく PC に宿ってるんだよな。憶測に過ぎない。しかし現状ではそれが最も事実に近いと推測される。ここは精神と PC がリンクした世界。もしもこの世界でアトリちゃんの PC データがロストしたとしたら、プレイヤーの精神そのものがロストする可能性もあり得る。そんなバカな。どうすればいい？どうすればアトリを直せる？君の頭は飾りか？騒ぐ前に自分で思考したまえ。ヤタ様、何か他に分かったことは？これも憶測に過ぎないが、この世界はやはり本来のザ・ワールドではないようだ。アイダが CC 社のサーバーを模倣して作った偽りの世界。それが今我々がいるザ・ワールドだと考えられる。ではここは一種のミラーサーバーなのですか？そのように考えていいだろう、アトリ。
君はアイダの音を聞き分ける力を持っていたな。アイダの音は？そういえばエルディルーを見つけた時そんなこと言ってなかったか。この状態になってからその音を聞いたかね。いいえ、聞いてません。やはりアイダが彼女から奪ったデータ。それまさかお嬢さんのモルガナ因子。モルガナ因子なんだそれ。ヤタ様、そろそろ彼にも話していいだろう。モルガナ因子とは非分使いを非分使いたらしめるデータ。非分使い PC は CC 社のとあるプロジェクトで作られた特殊な PC なの。そして非分使い PC には一般 PC にはないデータが組み込まれている。そいつがモルガナ因子、通称非分だ。その因子、非分があるから俺たちはアバターを使えるのか。そういうこと。それで非分使いか。 CC 社は非分使いを量産したがってるわ。アイダ対策の戦力として。ええ、でも強力なプロテクトのせいで解析作業は停滞状態。モルガナ因子の正体は未だつかめていない。おかげで量産はおろか、データをコピーすることさえできないんだ。そんなの制作者を連れてくればいい話だろう。モルガナ因子は誰かに作り出されたものではない。じゃあどうやって手に入れたって言うんだよ。サルベージされたのだ、この世界の深淵から。世界の深淵。モルガナ因子には各々の名前が付けられている。私だったら復讐する者の秘文。俺のは増殖の秘文、アバター名はメイガス。ハセオなら死の恐怖の秘文。死の恐怖。PKK としての異名と同じだなんて奇妙な偶然ね。メイガスの増殖でもモルガナ因子までは修復できない。非分使いの能力を奪われたことでアイダの音が聞こえなくなったのだ。アトリだけボイスが出ないのもそいつと何か関係があるのか。ヤタ、どうすればアトリちゃんを治せる。アイダから彼女のモルガナ因子を取り戻すより他にない。しかし。なんだよ。アイダを正確にトレースすることは本来の CC 社サーバーでなければ困難のようだ。幸いなことにこのアイダサーバーは完璧ではない。この世界にはほころびがあるのだ。データセーブできることがその証拠だ。ってこと？そう、それを探し出せばいい。差し当たっては人海戦術でアイダ反応のあるエリアをしらみつぶしに当たるしかない。人海戦術ってここにいる人間で？たったこれだけじゃ全部のエリアをカバーすることなんて非常事態だ。一般プレイヤーに協力を仰ごう。秘密主義のあんたにしちゃ思い切ったな。ハセオ、君は月の木と面識があったな。彼らに協力を求めてくれ。月の木に？奴らが俺の話をまともに聞くか？ケヤキには私から連絡を入れておく。ファイ、ハセオに同行し
交渉を助けるよう。はい、ヤガさん。私も。アトリはここに残りたまえ。その腕のことが広まれば、動揺がさらに広がりかねない。はい。月の基本部に行くわよ。エリアワードはデルタサーバー、クレナズム無休の夕月。行ってくる。じゃあ、私はカオスゲートで待ってるから。Yoink, yoink, 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 y